形は悪いけど美味しいよ。いつもありがとうございます。お母さん、ほら食べ盛りが帰ってきた。お腹空いた。ケン、足が速くなったな。ほんと、すっかり地元っ子ね。私たち一家がここ宮城県川崎町に移住してきて半年。きっかけは夫の一言でした。ただいま。こら、誰だ、こんな狭い家でサッカーやってるのは。だって近所の公園に行ったらボール遊び禁止って怒られちゃったのよね。つまんない。なあ、ケンが小学校に入る前にもっと暮らしやすいところに引っ越さないか。え？満員電車に乗らずに仕事に行けて、庭付きの一軒家でゆったり過ごせて、ケンは大自然の中で思いっきり遊べる。そんな夢みたいな暮らし、どこでできるの？ここどうかな、宮城県川崎町。緑と人を育む里、宮城県川崎町。豊かな緑と清らかな水、川崎町には大自然の恵みに包まれた暮らしがあります。魅力あふれる温かい町、川崎町にはにぎわう観光地や癒しの温泉があります。素敵なところだけど、都市にしか住んだことない私たちでも平気かしら。大丈夫。仙台市、山形市には車で約30分、通勤買い物に便利。いくら自然が豊かでも陸の孤島じゃ仕事も限られるし暮らしにくいよな。川崎町ならアクセスがいい。仙台に近いのはいざという時に便利そう。待機児童ゼロ、充実の子育て教育支援、認定子ども園や放課後児童教室などで子育てをバックアップ。都会じゃ考えられない手厚さね。ケンはのびのびと遊べるし、君の負担も軽くなると思うんだ。町内の空き家をご紹介する空き家バンクと様々な補助金で住まいの心配も解消。移住の一番大きな問題は住居だけど、空き家バンクがあるから経済的にもなんとかなる。補助もあるのね。なんだか夢の暮らしが現実的になってきたわ。だろ。ねえ、前向きに考えてみましょう。そして今、川崎町での暮らしは日々新しい発見でいっぱい。新しい人脈もできて、仕事も生活も順調です。家族3人、夢の暮らしが叶いました。緑と人を育む里、宮城県川崎町で暮らしてみませんか。